ITTF ワールドツアーライオン卓球ジャパンオープン別称小木村杯国際卓球選手権大会 A ITTF ワールドツアーライオンジャパンオープンは1989年に開始された国際卓球連盟日本卓球協会が主催の卓球の国際オープン大会であるジャパンオープンである1995年からは ITTF 会長を務めた小木村一郎の功績を称え、小木村杯が冠された。1996年に ITTF プロツアーとなり、ITTF ワールドツアー12大会のレギュラーイベントとなっている。小木村杯国際卓球選手権大会は1989年に開始された国際卓球連盟日本卓球協会が主催の卓球の 国際オープン大会であり、ジャパンオープンとして開催されている。1996年に ITTF が編成するプロツアーとして組み込まれ、2006年以降は ITTF ワールドツアーの一つとなった。2008年には最も格付けの高いプレミアム大会として認定され、2017年以降も最高のプラチナに格付けされている。 当初10年間は全日本空輸が冠スポンサーとなり、全日空杯ジャパンオープン、全日空ジャパングランプリ、小木村杯全日空ジャパンオープンとして行われていた。1995年からは、第3代 ITTF 会長を務め前年に、他界した小木村一郎の功績を称え、小木村杯が冠されている。2003年から2008年はフォルクスワーゲンが、 メインスポンサーとなり、大会名も、フォルクスワーゲンオープン、小木村杯となった。2017年からは、ライオンが、スポンサーとなっている。2018年の大会名は、シーマスター2 0 1 8 i t t f ワールドツアーライオン卓球ジャパンオープン、小木村杯北九州大会で、開催地である、北九州市の市政55周年記念事業に、位置づけられている。 2020年大会は、北九州市での開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響により中止された。第1回大会男子ダブルス、斉藤清松下雄次第14回大会男子ダブルス、田崎敏夫、鬼頭明第21回大会男子ダブルス、岸川翔也、水谷淳、女子ダブルス、日浦玲子、平野紗也か第22回大会男子ダブルス、 松平健太、庭光希、女子ダブルス、石垣優香、山梨優里、第23回大会男子シングルス、岸川清成、女子ダブルス、藤井博子、若宮美佐子。ありがとうございます。